待たせ、 Kirito。 Strea！ Kirito に呼ばれた気がして来ちゃった。本当に本当にまた会えた。転移が成功したんだ。と、まだ気を抜いちゃダメだよ。まずはこのボスを倒さないと。ああ、任せろ。今どんな相手だろうが負ける気がしない。助けてくれたおかげだ。それによく戻ってきてくれたな。また会えてすごく嬉しいよ。キリトと会うの久しぶりな気がするね。俺もみんなも同じ気持ちだよ。なんせストレアは存在感が大きかったからな。会えなくなった時にそれを実感した。私ってそんなに目立ってた？それはそうさ。散々ストレアに振り回されてきたからな。楽しかったよね。ストレアがいなくなってみんな寂しがっていたよ。私のこと気にしてくれる人がいたんだね。特にストレアに守ってもらった俺は気が気じゃなかった。アルベリヒに襲われた時、ストレアがかばってくれなかったら本当に危なかったからな。
あれ？そんなことあったっけ？あ？覚えていないのか？あ、まあ、ボスに取り込まれたせいで記憶が混濁しているのかもしれないな。きっと時間が経てば思い出すよ。とにかく無事に会えて本当によかった。キリトが嬉しそうだから私も嬉しいよ。さあ、この喜びを早くみんなにも分けてやらないとな。一緒にアインクラッドへ戻ろう。そういえば、ストレアはその、自分が普通のプレイヤーじゃないっていうことは覚えているのか？うん。私はプレイヤーじゃなくて、みんなを守るための AI、MHCP だってことは、ちゃんと覚えているよ。25層のボス戦に私がついていたところまではバッチリ覚えているんだけどね。そこからの記憶があやふやなのか。95層のボス戦ってちょうどストレアの様子がおかしくなって俺たちの前から姿を消した時か。あやふやっていうかすっからかんな感じなんだけど、みんなと会えば思い出したりするかな。可能性はあるな。それじゃあ町に戻ろうか。うん、みんなが待っているんだよね。会うの楽しみ。テイン、アークソフィア。よし、早速みんなにストレアの無事を伝えないとな。あ、ストレア？あ、何やっているんだ、あいつ。まだ管理区に残ってるのか？お帰り。お帰りじゃないよ。どうしてアークソフィアに来なかったんだ？違うよ。私だって転移しようとしたんだけど、できなかったんだよ。転移しようとしたけど、できなかった？うん。いい？見ててね。転移！アークソフィア！
システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。ほらね。システムエラー？これはどういうことなんだ？ごめん、ストレア。今からユイを呼んでくるから、ちょっと待っててくれ。どうだ、ユイ。